今回の動画はこちらです。こちらの巾着っていうか、もともとがま口に吊る予定だったんですけれども、娘からがま口、セリアさんのがま口フレームを3つもらって、一番最初の動画で2つ作って、そしてこの2色の糸がなくなったので、もう1個どうしようかということで、手持ちの糸で編んだんですね。これは中細2本取りの糸とか、あとダイソーさんのマチャの服をベストを作った残りの糸とかで作ってますね。その時にこちらの編み方をご紹介した時に、前回前々回見ていただいた方には理解できると思うんですけど、もともとがま口を作る予定で、これ最後のがま口の1個を作るのに編み方、この模様の編み方を前回動画アップしたので、これ最後の1個なのに、これをどうしようかになったわけですね。で、このまんまこのまんまで小物入れっていう感じで、こう取っ手かなんかこうつけて、マグカップ的な小物入れなんかいいかななんて思ってて、結局息子がこのカラーがちょっとウェブカメでもっと可愛い色なん、両合いなんですけれども、このカラーがクリスマスカラーだから、なんかプレゼント入れるのにいいんじゃないっていうことで、それで巾着にしたんですね。で、これも以前さくらんぼを編んだことがあって、それさくらんぼだったんですけども、それのちっちゃいバージョンでさくらんぼをつけたら、クリスマスのカラーでさくらんぼはないかなって、いちごでしょみたいな感じで、この急遽このなんてヘタをつけて、いちごらしく見えるかなっていう、ちょっと無理があるかな気もするんですけど、いちごということでクリスマスカラーでこんな感じの巾着にしました。本当セリアさんがね近ければいいんですけれども、うちダイソーさんは近い、大きいダイソーさんあるんですけど、セリアさんが遠いんですね。キャンドゥさんもセリアさんも遠くて、でいつもダイソーさんにお世話になってて、でこの糸もダイソーさんのこのお買い得な大きなこちらの糸で編んでるんですけども、ということで作る予定じゃなかったものを結局作るということで、おまけの動画になったということなんですね。では編み方やっていきます。こちらね、やはり糸がなくて、じゃあ極細3本取りの糸で作ってます。あとは先ほどのこちらね、ダイソーさんので、針は5号針、5号針です。ほんとウェブカメ、最近になってウェブカメ、カメラ壊れたのでウェブカメ始めたんですけれども、色が全然違いますね。もっと可愛い、実際もっと可愛い色なんですけどね。5号針。はい。ほら、こちらも、なんか黄色も白っぽいんですよね。なんか、こう、なんて言うんだろう。
もうちょっとね、はっきりした可愛い色なんですけど、大将さんに行かれた方はわかると思うんですよね。こちらの緑のほら、白っぽいんですけれどね。実際大将さんに行ってこちらの見た方は、あれ、ちょっと色違うんじゃない？って感じでご覧になってると思うんですけど、実際もっと可愛い色です。はっきりとした。で、編んでいきます。これは、長編みですね。長編み、鎖一つ飛ばしで長編みを編んでます。編んでみます。ちょっと編み図ね。ここの編み図ですね。こんな感じにした。これでわかるかな。まずは裁ち目で、長編みですから裁ち目、鎖3ですね。123で、鎖1個飛ばしですから、もう1個、そして鎖目1個飛ばして長編み。ちょっと変な色合いですけども、見えるです。かな。ね、ちょっと見えにくいかな。本当機械は苦手ですね。もっと頑張って覚えなきゃいけないんですけども。鎖1個編んで、1個飛ばしで長編み。鎖1個編んで、1個飛ばしで長編み。こんな感じでぐるっと編んでいきます。一周してきました。鎖1飛ばして長編み。鎖1個残ってます。で、ここで最初の裁ち目の鎖ですね。これ、こちらが最初の長編み。長編みの頭、ここです。その手前のこの鎖ですね。逆から見ると、1、2、3、この3のところに針を入れます。長編みの頭、そして1個飛ばしなので、この鎖が1個飛ばしの鎖。1個飛ばしの鎖がこれです。長編みの頭の隣が1個飛ばす鎖です。ですから、この3つですね、1、2、3のところに針を入れて、で、引き抜きです。
ごめんなさい。その前に1つ鎖、長編みの次は1つ鎖ですね。で3つ上のところで針を入れて引き抜き、こんな感じになります。1つ飛ばし、はい、鎖を立ち目で1、2、3、で1つ鎖を飛ばすのでもう1個、そして最初のこの長編みですね、立ち目の鎖1個鎖飛ばして、この長編みの頭、この頭に長編みを編み入れます。はい、こんな感じですね。で鎖を1個、そして長編みの鎖1個飛ばしてつけたこの長編みの1段目の長編みに頭に長編みを編み入れて鎖1個、1つ飛ばしのこの長編みの頭に針を入れて長編みを編む、鎖を1個、1つ飛ばしのこの長編みの頭に鎖、長編みを編み込んで鎖1個、でこんな感じでぐるっと編んでいって4段編んでください。4段編んだらこの4段目がこの紐を通すところになります。1、2、3、4段目が紐を通すところになりますので、4段まで編んでください。はい、4段編んできました。1、2、3、4で鎖1して1個飛ばして、最初に立ち目のところですね、で下から1、2、3のところに針を入れて引き抜きで、これでここにこの緑の紐を入れることになります。ですから感じになります。こんな感じで緑の糸を入れていくんですね。で、ここの部分を編みます。これは鎖3つに鎖3つで立ち上がってピコッと鎖3つの鎖で根元に入れて、鎖3つで次の1個飛ばし、長編み1個飛ばしで長編みの頭に細編みをしてます。やってみますね。感じになりますね。まずは鎖3個です。1、2、3、鎖3個で
鎖3個で押さえます。鎖3個目を押さえて、また鎖123で鎖3目のピコットですから、一番最初のこの鎖のところに針を入れて引き抜きです。こんな感じにポコンとできます。そして引き抜きしたら、また鎖123で、次はここ1つ鎖編み1本を飛ばして、こちらの次の鎖、ごめんなさい、長編み1本飛ばして、次の長編みの頭で細編みをします。そして鎖123で押さえて、鎖123で押さえたところの上のこの3、最初のこの鎖のところに針を入れて引き抜きです。ポコンとできました。で、鎖123で長編みを1本飛ばして、長編みを1本飛ばして、次の長編みの飛ばした長編みの次の長編みに細編みを編みます。こんな感じになります。123細編みをしたら、3個の鎖で3個目を押さえて細編み、鎖を123で押さえたところの上の鎖に針を入れて引き抜きします。鎖123編んだら、長編み部分を1個飛ばして、1個飛ばした長編みの部分に針を入れて細編みです。これを繰り返します。123押さえて、123押さえた上のこの鎖に針を入れて引き抜き、鎖123で長編みを1個飛ばして、次の長編みに細編みを編んで、鎖123、これを繰り返していきます。一周してきました。こんな感じになってます。ここのところ、最後のところですね。一周最後のところはやはり一つ長編みを飛ばして針を、長編みの頭に針を入れて細編みを編みます。そしてここ鎖
鎖一目が開いてますね。ですからここを鎖一目に針を入れて引き抜きにします。でここからなんですけど、こう見るとここが鎖3目の立ち上がりになってるんですね。でこの鎖3目の立ち上がりのところだけ他長編みのところと比べてちょっと細いんですね。なのでここでこの端糸下まで来るように切ります。細いですね、鎖3目の立ち上がり。この立ち上がりにこの今切ったこの糸を入れ込んでいくと同じくらいの太さになるんです。ですからこれ入れ込んでいきます。この鎖3目のところに上のところに最初入れてこの列に持ってきます。鎖のところ列に持ってきます。そして3目ですから真ん中がありますよね。 1,2,3 2番目のところの鎖に針を入れてこの端糸を入れます。そしてこの根元のところです。根元のところにも針を入れてこの糸端を入れます。次は真ん中の目で鎖のところですね。そして根元のところ、真ん中の鎖のところ、根元のところ、真ん中の鎖のところ、そして根元のところです。はい、裏返しして同じくらいの太さになりました。でこの糸端はいつものように裏山のところに隠していきます。こうして
していって、表側がこういう状態になります。こんな感じです。で、ここに紐をつけていきます。この紐なんですけども、やはり色違いで、以前作ったマントのリボンに使った糸ですね。クリスマスマントのリボンに使った緑の残りです。これでこれは何センチだったかな、忘れちゃった。仕上がりが50センチですね。ですから2本取りの鎖編みになってますから、まず鎖編み自体が3本ですよね。こういう感じですから、1本、2本、3本で鎖になってます。ですから50センチで3倍、1メーター50ですね。これも3倍、私だけ分かってもしょうがない。はい、ここでね、1メーター、ここで1メーター、1メーター50、1メーター50のちょっと半分にして、足りないとこもあるので1メーター60センチということで、これのこれをここですね、このここの1メーター60のこの位置から鎖編みを始めます。今5号針でやってますけれども、5号針無理無理なんですけど、やってみますね。で、もし8号針10号針ある方はまたそれでもいいと思うんですが、これは5号針でやったので5号針でやっていきます。この輪にかけて2本取りにして鎖をします。20、21、22、ちょっと5号針ですからね、緩めに23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、
34、35、36、37、38、39、40。41、42、43、44、45、46、47、48、49、ちょうど50ですね。50でしたね、こんな感じですね。もうちょっと長くてもいいかな。で、50でこちらの糸を終わりにしますね。端糸をこうしちゃいます。1メーター60のところから2本取りにして、鎖5号針で編んだんですけれども、もうちょっと長くてもいいかもしれない。これでこんな感じで結ぶことになります。印糸、ここですね。ここに、そう、ここ一マス空いてますよね。鎖一目、そこのところに糸を通していきます。紐を入れて、こんな感じです。1個飛ばしで入れていきます。
周通りました。次はいちごの作り方です。これはね、糸がないので極細3本取りですけども、別に5号針でできるような編めるような糸で編んでください。やっぱりね、こうやって最初からまとめて糸を組ませて作っちゃうと、編んでるうちにだんだんずれてきて、はい、こういうことになっちゃうんですね。長さが違っちゃうんですね。ですからできれば3本取りするときは、毛糸玉を3個並べてとか、この編むときに3本揃えて編んだ方が、こういうダブ付きの糸が出なくて済むと思います。これはね、あまりいいお見本じゃないですけど、今この状態なのでこれで編んでいきます。とまずは輪から輪から、まあこれは何回もやってますからね、大体皆さんご存知かと思います。輪の中に針を入れて糸を持ってきて立ち目して、でこの輪の中に細編み6個6個ですね。で糸を引き締めます。これが端糸ですね。この端糸と同じところから出ているこの糸が最初に引っ張る糸なんですね。これ端糸を引っ張るとこの輪が動きます。同じところから出ているこの輪が動くので、この輪を最初に引っ張ります。そうするともう一方の輪が縮んでくれます。そして糸端を引っ張る。でスタートの一段ができました。でこれで1、2、3、4、5、6、針にかかっている糸は数えません。その下の鎖編みから数えて6個目、最初の細編みの頭です。針を入れて引き抜き、そして立ち目、そして同じところに針を入れます。立ち目をしたこの根元に針を入れて細編み、
どっち？どっちどっち？わかる？もうね、私の動画をご覧になってる方はね、もういいよってくらい 同じことをやってるんですけど、最初は全部の6目全部に2個増やし目します。今1個やったので、もう1個次の目も2個増やし目です。2個を入れます。次の目も増やし目で2個入れます。これで3。次の目も増やし目、これで4。次の目も増やし目、これで5。次の目も増やし目、これで6増やし目にしました。で、引き抜きの鎖、立ち目の鎖、そして最初の細編みの頭の鎖、これで最初の細編みの頭に針を入れます。この時も頭が分かんないっていう方は、針の下の鎖のところから数えて、2段目は12目ですから、12個のところに、数えて12目のところに鎖になり、針を入れることになります。で、引き抜き、立ち目で、ここですけれども、もう増やしません。以前編んださくらんぼはまだあれなんですけど、ここ小さい丸を作るので、ボール、小さいボールを作るので、この時点で増やさないことにします。で、立ち目したら、立ち目鎖1したら、同じところに細編みを入れます。1個、次の目2個、3個、4個、5、6、7、8、9、10、11、12、12目、こんな感じになりました。で、12目入れて、引き抜きの目、立ち目の目、最初の細編みの頭の目で針を入れて引き抜きです。ぎゅーっとして、立ち目が目立たないようにぎゅーっと引っ張って、立ち目1、鎖1します。そして今度は全部の目を減らし目にします。で、今回小さなものですから、減らし目の時に片側だけすくいますね。だから筋編みの手前、筋編みはまあいいや、手前の鎖の手前の糸を1本だけ針入れて、1本ですね。で、糸を持ってきます。次の目の鎖の手前1本だけ、そして1本だけ作ったら糸を持ってきます。で、この2目をまとめます。
これで減らし目になってます。もう一度、これで1回ですね。あと5回します。手前の1本をすくって糸を持ってくる。次の目の手前の1本をすくって糸を持ってくる。で、まとめる。あと4回。4回繰り返します。これで3回しました。これで4回しました。これで5回しました。はい、これで6回減らし目をしました。で、最初減らしたところのこの鎖に針を入れて、減らし目のところに針を入れて引き抜きをします。ぎゅーっとやって、目をずっと引っ張って、ここを一周しますので、ちょっと長めに取ってください。ここを、なんていうかな、目をすくって絞りますので、この糸で。で、これくらい、10センチちょっとですね。で、こちらはもう使わない。あ、もう1個、2個作るんだな。この最初の輪を絞ったこの糸は中に入れちゃいます。こんな感じで入れちゃいます。はい、それでは作ったボールをつけていきたいと思います。2個作ってこんな感じでつけていきます。まず、紐の、緑の紐の方ですね。こちらの紐の方をだいたい、鎖編み1個2個2個くらい、2、3個の位置で針を入れて、こちらのボールの端糸を紐の中に入れ込みます。そして紐の端は中に入れちゃいます。で、ここから最後の段に巻きつけて、糸端を巻きつけていきます。最後の段の頭のところに針を入れ、端糸を巻きつけていきます。
この時も全部をすくわないで、鎖の片方だけ、1本だけをすくって、こんな感じでやると厚みが出なくて絞りがきれいになります。こんな感じで一周して、一周しました。ぎゅーっとして、こんな感じになってます。で、このぎゅっと引っ張ったこの端糸をもう一度この緑の紐に入れ込みます。根元に針を入れ、紐の根元に針を入れて、この赤い糸端を入れます。そして、ボールの裁ち目の向かいですね、6目ですから3目めのところですね、向かい、ボールの裁ち目の向かいのところに針を入れて、この今持ってきたこの糸端を掛けて、この引っ張ってきたこの目に糸を入れます。そしてぎゅっとすると、この紐が、緑の紐が中心、輪の中心に来てくれます。そしてこの引っ張ったこの今のこの糸を、今こんな感じでこう長い感じですけども、しっかりこう丸くするために、形を整えるために、絞った、最初に絞ったところに針を入れ、この今のこの糸端を持っていきます。この時にね、たくさん中に糸端が入っているので、他の糸を引っ張り出さないように、しっかり針に巻きつけて引っ張り出します。で、輪になってますから、輪の絞った糸ですから、2本ここ入ってますね。この輪の絞った糸に、この今の糸端を結びつけるように、引っ張って、糸、ここから持ってきたこの糸を引っ張って、丸くなるようにしますね。こうやって最初の二重に巻いた糸に縛りつける感じです。そしてこの糸はまた綿の代わりに、この中に、ボールの中に隠していきます。引っ掛けて中に入れ込んだら、ボールの中の
途中で針を外しちゃいますね。そうすると中に糸が残るということになります。こうやってかけて中に入れ込んで、ボールの中で糸を外す。糸端を、針を出したら糸端を絡めて中に引き入れて、中で針を外す。こんな感じでボールを作ります。2つ作ったらヘタの部分を編みます。今度は緑1本取りです。この紐を作った時は2本取りで鎖しましたが、今度は1本取りです。上のところ、根元、紐の根元のところですね。同じ緑ですから、ここに針を入れて、糸を持ってきたら鎖を1、2、3で次の目に移ります。引き抜きです。そして鎖を1、2、3で次の目に針を入れて引き抜きです。1、2、3、次の目に針を入れて引き抜きして、これを一周していきます。1、2、3。引き抜き。鎖を1、2、3。次の目に入れて、引き抜き。最後は引き抜きで糸を切ります。ね、1、2、3、4、5、あと1個、違うな、ここで1、2、3、4、5、6、はい、6回ですね。切って結んで、糸端は中に入れちゃいます。糸端は綿の代わりに中に入れ込みます。中に外して、もう一度
外側から針を入れ、糸端を根元にの張り出したら、糸端を中に引き入れて、中で外す。外側から針を入れて、糸の根元に出して、糸を引っ掛けて中に入れ込んで、中で外す。これを繰り返して、こんな感じに中に端糸を入れていきます。そしてこんな感じでいちごができます。1、2、3、4、5、6。はい。これだけだとね、さくらんぼになっちゃいますけども、こんな感じで、こちらはさくらんぼ、こちらはいちご。一応自分の中ではいちごのつもりで作りました。こんな感じです。そうですね。ぎゅーっとして、こんな感じで、いかがでしょうか。こちらの方もね、いちごにしてあげてください。できました。よかったら作ってみてください。